フリカヤマネのベビー成長記録。生後23日、手のひらで団子になって、おやつを食べる可愛い姿に癒されながら、愛玩動物使用管理士2級の勉強に出てくるキーワードをひたすら聞き流そうと思います。近々受験を控えている方、受験を考えておられる方、受験はしないけど、生き物を飼育する上で知識を増やそうと考えておられる方は、ぜひお聞きください。なんだろう、と思ったら、その言葉を調べたりしてみてください。犬の社会行動パターン。犬と人間との社会関係。犬の新生式、出生から2週。犬の移行期、2週から3週。犬の社会化期、4週から13週。約生後8週頃、母親と兄弟との関係。犬の若年期、6歳くらいまで。犬の成熟期、7から10歳。犬の高齢期、11歳以上。犬の老齢期、15歳以上。猫の新生式、出生から2週。猫の移行期、生後2週から3週。猫の社会化期、生後2または3週から9週。犬より早い猫の成熟期、6歳くらいまで。猫の熟年期、7から10歳。猫の高齢期、11歳以上。猫の老齢期、15歳以上。生殖行動、求愛行動、性行動、育種行動、母性行動、ミアキス。視覚的コミュニケーション、聴覚的コミュニケーション、嗅覚的コミュニケーション、触覚的コミュニケーション、優位個体、劣位個体、対立感情共存、プレーバウ、能動的服従姿勢、受動的服従姿勢、親和行動、吠え声、うなり声、遠吠え、金切り声、甘え声、鼻を鳴らす、クンクン、カチカチ、息切れ、にゃーお、金切り声、うなり声、ゴロゴロ、ふう、し、近接個体間のコミュニケーション、遠隔コミュニケーション、サインポスト、マーキング、臭腺、フェロモン、猫、母系の血縁同士の共同保育、敵対行動、親和行動、学習、条件付け、生徳的行動、学習、慣れ、順化、古典的条件付け、オペラント条件付け、遊び、模擬、観察学習、洞察学習、刷り込み、試行錯誤、性の強化、負の強化、鋳型、臨界期、感受期、生徳的因子、習得的因子、訓練、しつけ、ルアートレーニング法、評価士、生活の中の報酬、ライフリワード、固定比率強化、変動比率強化、部分強化スケジュール、完結スケジュール、恐怖反応、攻撃性、白名白母性、猫免疫不全ウイルス FIV 感染症、猫白血病ウイルス FELV 感染症。猫は幼少期、生後2週齢くらいから人に慣れさせる。犬の社会行動パターン。犬と人間との社会関係。犬の新生式、出生から2週。犬の移行期、2週から3週。犬の社会化期、4週から13週。約生後8週頃、母親と兄弟との関係。犬の若年期、6歳くらいまで。犬の成熟期、7から10歳。犬の高齢期、11歳以上。犬の老齢期、15歳以上。猫の新生式、出生から2週。猫の移行期、生後2週から3週。猫の社会化期、生後2または3週から9週。犬より早い猫の成熟期、6歳くらいまで。猫の熟年期、7から10歳。猫の高齢期、11歳以上。猫の老齢期、
15歳以上、生殖行動、求愛行動、性行動、育子行動、母性行動、ミアキス、視覚的コミュニケーション、聴覚的コミュニケーション、嗅覚的コミュニケーション、触覚的コミュニケーション、優位個体、劣位個体、対立感情共存、プレーバウ、能動的服従姿勢、受動的服従姿勢、神話行動、吠え声、うなり声、遠吠え、金切り声、甘え声、鼻を鳴らす、クンクン、カチカチ、息切れ、にゃーお、金切り声、うなり声、ゴロゴロ、ふう、しゅ、近接個体間のコミュニケーション、遠隔コミュニケーション、サインポスト、マーキング、終戦、フェロモン、猫、母系の血縁同士の共同保育、敵対行動、神話行動、学習、条件付け、生徳的行動、学習、慣れ、順化、古典的条件付け、オペラント条件付け、遊び、模擬、観察学習、洞察学習、刷り込み、試行錯誤、性の強化、負の強化、鋳型、臨界期、感受期、生徳的因子、習得的因子、訓練、しつけ、ルアートレーニング法、強化し、生活の中の報酬、ライフリワード、固定比率強化、変動比率強化、部分強化スケジュール、完結スケジュール、恐怖反応、攻撃性、白名白母性、猫免疫不全ウイルス、FIV 感染症、猫白血病ウイルス、FELV 感染症。猫は幼少期、生後2週齢くらいから人に慣れさせる。犬の社会行動パターン。犬と人間との社会関係。犬の新生式、出生から2週。犬の移行期、2週から3週。犬の社会化期、4週から13週。約生後8週頃、母親と兄弟との関係。犬の若年期、6歳くらいまで。犬の成熟期、7から10歳。犬の高齢期、11歳以上。犬の老齢期、15歳以上。猫の新生式、出生から2週。猫の移行期、生後2週から3週。猫の社会化期、生後2または3週から9週。犬より早い、猫の成熟期、6歳くらいまで。猫の熟年期、7から10歳。猫の高齢期、11歳以上。猫の老齢期、15歳以上。生殖行動、求愛行動、性行動、育子行動、母性行動、ミアキス、視覚的コミュニケーション、聴覚的コミュニケーション、嗅覚的コミュニケーション、触覚的コミュニケーション、優位個体、劣位個体、対立感情共存、プレーバウ、能動的服従姿勢、受動的服従姿勢、神話行動、吠え声、うなり声、遠吠え、金切り声、甘え声、鼻を鳴らす、クンクン、カチカチ、息切れ、にゃーお、金切り声、うなり声、ゴロゴロ、ふう、しゅ、近接個体間のコミュニケーション、遠隔コミュニケーション、サインポスト、マーキング、終戦、フェロモン、猫、母系の血縁同士の共同保育、敵対行動、神話行動、学習、条件付け、生徳的行動、学習、慣れ、順化、古典的条件付け、オペラント条件付け、遊び、模擬、観察学習、洞察学習、刷り込み、試行錯誤、性の強化、負の強化、鋳型、臨界期、感受期、生徳的因子、習得的因子、訓練、しつけ、ルアートレーニング法、
評価士、生活の中の報酬、ライフリワード、固定比率強化、変動比率強化、部分強化スケジュール、完結スケジュール、恐怖反応、攻撃性、薄明薄母性、猫免疫不全ウイルス、FIV 感染症、猫白血病ウイルス、FELV 感染症。猫は幼少期、生後2週齢くらいから人に慣れさせる。犬の社会行動パターン。犬と人間との社会関係。犬の新生式、出生から2週。犬の移行期、2週から3週。犬の社会化期、4週から13週。約生後8週頃、母親と兄弟との関係。犬の若年期、6歳くらいまで。犬の成熟期、7から10歳。犬の高齢期、11歳以上。犬の老齢期、15歳以上。猫の新生式、出生から2週。猫の移行期、生後2週から3週。猫の社会化期、生後2または3週から9週。犬より早い、猫の成熟期、6歳くらいまで。猫の熟年期、7から10歳。猫の高齢期、11歳以上。猫の老齢期、15歳以上。生殖行動、求愛行動、性行動、育種行動、母性行動、ミヤキス。視覚的コミュニケーション、聴覚的コミュニケーション、嗅覚的コミュニケーション、触覚的コミュニケーション、有意個体、別意個体、対立感情共存、プレーバウ、能動的服従姿勢、受動的服従姿勢、親和行動、吠え声、うなり声、遠吠え、金切り声、甘え声、鼻を鳴らす、クンクン、カチカチ、息切れ、にゃーお、金切り声、うなり声、ゴロゴロ、ふう、しゅ、近接個体間のコミュニケーション、遠隔コミュニケーション、サインポスト、マーキング、終戦、フェロモン、猫、母系の血縁同士の共同保育、敵対行動、親和行動、学習、条件付け、生徳的行動、学習、慣れ、順化、古典的条件付け、オペラント条件付け、遊び、模擬、観察学習、洞察学習、刷り込み、試行錯誤、性の強化、負の強化、鋳型、臨界期、感受期、生徳的因子、習得的因子、訓練、しつけ、ルアートレーニング法、強化し、生活の中の報酬、ライフリワード、固定比率強化、変動比率強化、部分強化スケジュール、完結スケジュール、恐怖反応、攻撃性、薄明薄母性、猫免疫不全ウイルス、FIV 感染症、猫白血病ウイルス、FELV 感染症。猫は幼少期、生後2週齢くらいから人に慣れさせる。犬の社会行動パターン。犬と人間との社会関係。犬の新生式、出生から2週。犬の移行期、2週から3週。犬の社会化期、4週から13週。約生後8週頃、母親と兄弟との関係。犬の若年期、6歳くらいまで。犬の成熟期、7から10歳。犬の高齢期、11歳以上。犬の老齢期、15歳以上。猫の新生式、出生から2週。猫の移行期、生後2週から3週。猫の社会化期、生後2または3週から9週。犬より早い、猫の成熟期、6歳くらいまで。猫の熟年期、7から10歳。猫の高齢期、11歳以上。
猫の老齢期15歳以上、生殖行動、求愛行動、性行動、育種行動、母性行動、ミアキス、視覚的コミュニケーション、聴覚的コミュニケーション、嗅覚的コミュニケーション、触覚的コミュニケーション、優位個体、劣位個体、対立感情共存、プレーバウ、能動的服従姿勢、受動的服従姿勢、親和行動、吠え声、うなり声、遠吠え、金切り声、甘え声、鼻を鳴らす、クンクン、カチカチ、息切れ、にゃーお、金切り声、うなり声、ゴロゴロ、ふう、しゅ、近接個体間のコミュニケーション、遠隔コミュニケーション、サインポスト、マーキング、臭腺、フェロモン、猫、母系の血縁同士の共同保育、敵対行動、親和行動、学習、条件付け、生徳的行動、学習、慣れ、順化、古典的条件付け、オペラント条件付け、遊び、模擬、観察学習、洞察学習、刷り込み、試行錯誤、性の強化、負の強化、鋳型、臨界期、感受期、生徳的因子、習得的因子、訓練、しつけ、ルアートレーニング法、評価士、生活の中の報酬、ライフリワード、固定比率強化、変動比率強化、部分強化スケジュール、完結スケジュール、恐怖反応、攻撃性、白面白母性、猫免疫不全ウイルス、FIV 感染症、猫白血病ウイルス、FELV 感染症、猫は幼少期、生後2週齢くらいから人に慣れさせる。犬の社会行動パターン。犬と人間との社会関係。犬の新生式、出生から2週。犬の移行期、2週から3週。犬の社会化期、4週から13週。約生後8週頃、母親と兄弟との関係。犬の若年期、6歳くらいまで。犬の成熟期、7から10歳。犬の高齢期、11歳以上。犬の老齢期、15歳以上。猫の新生式、出生から2週。猫の移行期、生後2週から3週。猫の社会化期、生後2、または3週から9週。犬より早い、猫の成熟期、6歳くらいまで。猫の熟年期、7から10歳。猫の高齢期、11歳以上。猫の老齢期、15歳以上。生殖行動、求愛行動、性行動、育種行動、母性行動、ミアキス、視覚的コミュニケーション、聴覚的コミュニケーション、嗅覚的コミュニケーション、触覚的コミュニケーション、優位個体、劣位個体、対立感情共存、プレーバウ、能動的服従姿勢、受動的服従姿勢、親和行動、吠え声、うなり声、遠吠え、金切り声、甘え声、鼻を鳴らす、クンクン、カチカチ、息切れ、にゃーお、金切り声、うなり声、ゴロゴロ、ふう、しゅ、近接個体間のコミュニケーション、遠隔コミュニケーション、サインポスト、マーキング、臭腺、フェロモン、猫、母系の血縁同士の共同保育、敵対行動、親和行動、学習、条件付け、生徳的行動、学習、慣れ、順化、古典的条件付け、オペラント条件付け、遊び、
模擬、観察学習、洞察学習、刷り込み、試行錯誤、正の強化、負の強化、鋳型、臨界期、感受期、生徳的因子、習得的因子、訓練、しつけ、ルアートレーニング法、強化し、生活の中の報酬、ライフリワード、固定比率強化、変動比率強化、部分強化スケジュール、完結スケジュール、恐怖反応、攻撃性、薄明薄母性、猫免疫不全ウイルス、FIV 感染症、猫白血病ウイルス、FELV 感染症、猫は幼少期、生後2週齢くらいから人に慣れさせる。犬の社会行動パターン。犬と人間との社会関係。犬の新生式、出生から2週。犬の移行期、2週から3週。犬の社会化期、4週から13週。約生後8週頃、母親と兄弟との関係。犬の若年期、6歳くらいまで。犬の成熟期、7から10歳。犬の高齢期、11歳以上。犬の老齢期、15歳以上。猫の新生式、出生から2週。猫の移行期、生後2週から3週。猫の社会化期、生後2、または3週から9週。犬より早い、猫の成熟期、6歳くらいまで。猫の熟年期、7から10歳。猫の高齢期、11歳以上。猫の老齢期、15歳以上。生殖行動、求愛行動、性行動、育歯行動、母性行動、ミヤキス、視覚的コミュニケーション、聴覚的コミュニケーション、嗅覚的コミュニケーション、触覚的コミュニケーション、優位個体、劣位個体、対立感情共存、プレーバウ、能動的服従姿勢、受動的服従姿勢、親和行動、吠え声、うなり声、遠吠え、金切り声、甘え声、鼻を鳴らす、クンクン、カチカチ、息切れ、にゃーお、金切り声、うなり声、ゴロゴロ、ふう、しゅ、近接個体間のコミュニケーション、遠隔コミュニケーション、サインポスト、マーキング、終戦、フェロモン、猫、母系の血縁同士の共同保育、敵対行動、親和行動、学習、条件付け、生徳的行動、学習、慣れ、順化、古典的条件付け、オペラント条件付け、遊び、模擬、観察学習、洞察学習、刷り込み、試行錯誤、正の強化、負の強化、鋳型、臨界期、感受期、生徳的因子、習得的因子、訓練、しつけ、ルアートレーニング法、強化し、生活の中の報酬、ライフリワード、固定比率強化、変動比率強化、部分強化スケジュール、完結スケジュール、恐怖反応、攻撃性、薄明薄母性、猫免疫不全ウイルス、FIV 感染症、猫白血病ウイルス、FELV 感染症、猫は幼少期、生後2週齢くらいから人に慣れさせる。コメント、高評価、チャンネル登録をいただきますと大変励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。